さあ今度は主役の3番岡部義幸が先頭をかかっていきます。地元の2番児玉慎一郎が内から下げそうな雰囲気を見せました。2コーナーからバックへ向かっていきますが、ここで後方から4番八谷正俊と1番加倉正義、福岡列車が叩いて岡部は難なく3番でキープか。4番1番3番9番5番となります。あとは地元の2番の児玉慎一郎が早めの踏み込みを見せてまいりました。さあ岡部のラインを2番の児玉が取り切るような格好ですが、内から救ってくるのか。しかし4番車の八谷もペースを上げていきます。さあ4番の八谷、地元の2番児玉引きまして3番手、その後ろ2番手に1番角野となります。さあ3番岡部は中段、5番手からのまくる競争か。9番の諸橋です。逃げるのは福岡勢、3番手2番の児玉、そして3番車の岡部がまくってきます。さあ1番の角野ブロックできますか。岡部のスピード少し止まったか。2番の児玉がさばいてくるが、さあ岡部はストイート格好、直線向かっていきます。直線横一線の状態、直横一線だが2番か、2番9番、そしてあと1番5番あたりか。2番の児玉、そして9番の諸橋でしょうか。岡部